皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は一見体に悪そうなんですけど実は栄養たっぷりの食材3選ご紹介したいなと思います。まず1つ目、ピザです。ピザってなんとなくジャンクフードみたいなイメージがあって、ハイカロリーでジャンキーなイメージがある料理の一つではないかなと考えています。海外ドラマとかでもね、こう大きいピザを片手にゲームしたりとか映画見たりとか、そういうシーン結構あると思うんですけども、やっぱり私自身もそういうイメージがあるので、栄養たっぷりという食べ物とはかけ離れたイメージを持っている方が多いのではないかなと思うんですけれども、実はいろんな栄養素を一緒に摂ることができる、まあ、ある種オールインワンというような食べ物なんだよっていうところで一つ目にご紹介したいなと思います。もちろんピザ自体はですね、カロリーはとっても高い料理ではあるんですけれども、まあ、乗せる具材を工夫することということで、いろんな栄養をバランスよく摂ることができる料理です。まずですね、ピザ生地は炭水化物でできていますし、上に乗せるトマトとかピーマンとかキノコとか、そういった野菜によって、ビタミンミネラルも一緒に摂ることができます。あとはお肉を乗せたりとかシーフードを乗せたりとか、上にチーズをかけることでタンパク質も一緒に摂ることができますし、さらにですね、上からオリーブオイルをかけることで良質な脂質も一緒に摂ることができますので、5大栄養素である炭水化物、タンパク質、脂質とビタミンミネラル、これが一緒に摂ることができる、とってもバランスのいい万能な食べ物となっております。さらにより栄養をたくさん摂ろうと思ったら、食べ方を工夫することでプラスアルファの栄養を摂ることができます。おすすめの方法は、ピザに引くソースをトマトソースベースにしていただくのがおすすめです。トマトという野菜がですね、そもそも医者いらずと言われるほど栄養価に優れた万能なお野菜というふうに言われています。トマトには血圧を抑制するカリウムだったりだとか、抗酸化作用のあるビタミン C、ビタミン E とかベータカロテンといった栄養が豊富に含まれています。なので上に乗せる具材も野菜たっぷりにしつつ、ソースもトマトベースにすると効率よく栄養を摂ることができるので、工夫のポイントとしてお話しさせていただきました。まず1つ目、5大要素が一緒に摂れるオールインワンの料理としてピザご紹介しました。2つ目の食材なんですけれども、肉まんです。私も大好きなんですけれども、関西では豚まんっていう風に呼んだりするみたいです。私がおすすめしたいのは、中の具が豚肉の豚まんをおすすめしたいなと思います。豚まんってコンビニのレジの横で買える、コンビニスナックみたいなイメージがあって、どちらかというと栄養たっぷりというよりはおやつ感覚で食べるものというようなイメージがあると思うんですけれども、なんで豚まんがいいのかというと、豚まんを買って中を割って見た時のイメージをしていただきたいなと思うんですけれども、まず中の具材の豚肉、これはビタミン B1 というビタミンを豊富に含んでいます。餡の中には玉ねぎ、タケノコとかそういった細かいお野菜入ってると思うんですけれども、特に玉ねぎに含まれているアリシンに注目しました。豚肉に含まれているビタミン B1 と玉ねぎに含まれているこのアリシンという栄養素がとっても相性抜群で、一緒に摂ることでより良い働きをしてくれます。他の栄養素も結構優秀でして、例えばカロリーなんですけれども、メーカーとか大きさによって多少前後はするんですけれども、豚まん、肉まん1個食べるとカロリーが200キロカロリーから250キロカロリーぐらいになります。これはどれぐらいかというと、ご飯お茶碗1杯 150g 食べた時にだいたい252キロカロリーになるので、ご飯茶碗1杯分のご飯と同じぐらいのカロリーになります。もう一つがですね、糖質なんですけれども、豚まんの皮の部分は炭水化物、糖質をたくさん含んでいますので、糖質結構高いんじゃないかなって思いがちなんですけれども、だいたい肉まんの糖質の量が 30g 前後というふうに言われています。ご飯と比較すると、お茶碗1杯のご飯が糖質 50g から 55g ぐらいになるので、糖質の面で考えると、お茶碗1杯のご飯を食べるよりも低糖質な食べ物なんだなということがわかるかなと思います。そしてタンパク質、これは具材の量とかにもよるんですけど、だいたい 8g から 10g ぐらいのタンパク質を摂ることができます。そして最後脂質、これもだいたい 10g 以下のものが多かったです。なのであまりその栄養満点の食べ物のイメージはないんですけれども、一つずつの栄養素を見ていくと PFC、炭水化物、タンパク質、脂質のバランスは結構優れているなというふうに私は感じました。高校生とか中学生のジュニアアスリートに対して
栄養のお話をさせていただく機会とっても多いんですけども、コンビニに行けば手軽に買える食材なので、練習終わった後のおやつとか塾に行く前の栄養補給みたいなところで豚まんおすすめしてます。糖質も取れるしタンパク質も取れるっていうところで、運動してる方のエネルギー補給には最適な食材じゃないかなと思って2つ目に選ばせていただきました。3つ目の食材がチョコレートです。これも私が大好きな食べ物になるんですけれども、チョコレートってこう甘いしスイーツとかにたくさん使われているので、体にいいというイメージはあまり持たれにくい食材なんじゃないかなと思います。なんですけれども、だいたい4000年以上前はチョコレートというのは薬として使われていたぐらい、実はとても優秀な栄養が入っている食べ物になります。チョコレートで注目するべきポイントはカカオに含まれているポリフェノールになります。カカオポリフェノールというのが生活習慣病とかの予防には欠かせない、コレステロールの酸化を防いだりだとか、動脈硬化を予防したり、生活習慣病の予防に役立つ栄養素というふうに言われています。あとですね、カカオ由来の栄養素でテオブロミンと呼ばれる栄養素も含まれてるんですけども、これが大脳を刺激することで集中力を高めたりだとか記憶力を助けてくれる効果もあるというふうに言われています。かつですね、もう一個重要な栄養素がありまして、それが食物繊維になります。炭水化物というのは食物繊維と糖質で構成されているんですけども、糖質を除いた部分を食物繊維というふうに呼んでいます。食物繊維自体にはエネルギーは持っていないので意識されにくい栄養素ではあるんですけども、日本人の食事摂取基準でも1日これぐらいの量は摂りましょうねというような基準が定められているぐらい、とっても重要な成分になります。その食物繊維が板チョコ1枚食べるとだいたい 2g 以上の食物繊維を摂ることができるというのがチョコの魅力の一つかなと考えています。この 2g ってどれぐらいの量かというと、食事摂取基準で定められている1日の食物繊維の推奨量が男性だと 20g 以上、女性だと 18g 以上というような基準が定められているので、おやつ代わりに食べたチョコレートで基準にアプローチできるというところでも魅力じゃないかなと考えています。カカオポリフェノールとテオブロミンと食物繊維なんですけども、チョコレートだったら何でもいいのかというと、そういうわけではありません。栄養素をしっかり取るためにおすすめしたいのは、カカオの含有量が 70% 以上のものを選んでいただくのがおすすめです。栄養たっぷりだからたくさん食べてもいいんじゃないかというと、そういうわけではなくて、今だと一口サイズぐらいのチョコレート販売されていると思うんですけども、カカオの含有量が 70% 以上のものを1日前 1,2 枚ぐらいを目安に食べていただくのをおすすめしています。では本日はですね、一見体に悪そうだけれども実は栄養たっぷりの食材を3つご紹介させていただきました。今回はもう私の好きな食べ物っていうところも加味して、たくさんある中から3つに絞ってお話しさせていただいたんですけども、この食べ物どうなのみたいな気になる食べ物があったら、コメント欄にコメントで質問いただければなと思います。この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。